はい、どうぞ。つゆ足らなかったらおっしゃってください。はい、人のやつがうまそうに言えるわ。兄弟君とか。ありがとうございます。卵を食うとイケメンになるんだな。そういうこと。今日からずっと卵を食ってるんだな。どういうことですか。です。よし、ありがとうございます。また恒例の召し会、はい、ザ・新召し会。まあ今日本当にね、ちょっとね、質問、まあこの間集めた質問と、はい、ちょっと簡単な質問をちょっとやっておこうと。あ、その前にやりましょうか。はい、まあ、ちょっと紹介は、ちょっと料理の紹介はちょっと出とると思うんで、まあ勝手にやってほしいんですけど。まあ今度もやるよ。まあいただきますよ、今日は。はい、いただきます。いただきます。いただきます。いや、ちょっとあんまりね、今日は時間ないんでね、これすぐ行かないので、はい、簡単に質問してくるんですけど、はい、まあ、昼飯食いながら、ちょっとまず一口詳しいか待っていいぐらい、そうですね、腹ついたんで。うまい、うまい、うまい、水でそう、いや、もうどうなの、熱いか。うん、うまい。なんだこれ、白髪の、はい、なんだこれ。でもごめん、なんかティッシュ麺がない。お待たせしました。名古屋名物でしょ。そう、名古屋、そうですね、名古屋っしょ。職人名古屋で、ね、飯楽しみでしょ。たまりさせるときはこういうとこ来るんだよ。お前らだけ行くの、これで結構。もう最近でも忙しいから、あんまり行くのくない。ね、一軒終わって次の間とかに、もう次の間。はい、ちょっとじゃあ、作るよ。まず、かんちゃんから行こうか。はい、芝居って何年ですか。芝居って6年目。6年目長いよね。うちが初めてだろ。そう、うん、足場は楽しいですか。楽しいです。一言終わらせね。俺が来る時間なくなるで。みんなでワイワイっていうか、そういう時は結構楽しいですね。バーってできるもんね。あー、まあそうだな。そんなでもお前全然ワイワイしてないじゃん。何、静かじゃん。バトーバトーン。じゃあミッチ行くよ。はい、 YouTube やってたらキャロキャでどんな反応ですか。どうですか、どんな反応。まだ最近はもうちょっと有名になりすぎたんで、うん、あのそう、本当に女の人なんか見てないでしょ。見てますよ。あ、まあ、見てないですね。行ってから見るパターンが多いっすね、大体。俺 YouTuber なんだよって。じゃあ次の質問、パンダローは何が一番大変。芝は大変だけど、まあ、大変なこといっぱいあるね。出てこんじゃない。あれもこれも出てきたら、お前は下向いて。やっぱ暑い時は、うん、日中外におるんで、うん、資材も暑くなって。うん、大丈夫。そう、太陽の熱と資材の熱で。あとお月様の光。お月様の光は涼しいですね。ああ、そう。ごめんなさい。いいとこは邪魔しんで。ミッチ君、いいとこは邪魔しんで。何でしゃべらんのか。分かりましたね。取材受けばやっぱ変わってから、だいぶ変わった。変わりましたね、うん、やっぱり早いよね、ダンデルはね。やっぱこんだけでかいと一斉に見えるもんね。うん、あー、これ面白いね。爆速さんとの関係教えてください。で、同級生なんですよ、爆速っていうのと神田が。で、中学生の同級生、中学生だろ。高校、あ、高校で一緒なの。地元はちょっと離れてるんですけど、うん、あ、中学校ちょっと離れてるんだ。はい、ね、一緒に仕事しようってどう。やっぱりやりづらいのもあるよな、それだと。どうすかね。大体連れてやると喧嘩しん、喧嘩どっちかやね。お前もそうだろ、ね、留守しようってな。僕の方が大人だったのが良かったっすね。相変わらず、綺麗が悪いです。声拾ってないから。みんなは言うせな、その友達同士で仕事すると喋らんくなるって言って、うん、毎日交わせたのにプライベートでは遊ばなくなるって言うんですけど、うん、まあ、そんな毎日毎日遊ぶわけじゃないんですけど、ね、うん、まあ、1ヶ月に1回会うか会わないか程度っていう。ボタンボタンがさ、そうだと、はい、そうだと。だって別になんか変わる変わらんって言われたら全然変わんないですよ。でもその環境は変わらんだ。はい、こんなに、うん、まあ、それはかもしれないな。 YouTube やって人生変わりましたか。変わりましたね。え、いや、バラ色に咲いてますよ。バラ色になってます。お前が思っとるだけだよ。お前が思っとるだけだよ、別に。いや、世界は変わってないんちゃう。カンさん、言ってたら、お前からしたら俺がバラ色って言ってるやん、うん、多分お前からしたらそこら辺の雑草だよ。どういうことですか。よいよい。でも、それぐらい底辺のレベルで俺は嬉しい。YouTube やってんの。語彙力がないわ。語彙力ぐらいやってんだから。1年やっとだろ、言ってお前。
もうちょっと喋れない僕のバラ色っていうのは、うん、その自分の中ですよ、うん、これぐらいだとしたら、うん、カットからしたら、うん、そんなレベルでこのバラ色なんだ、インスタから、うん、変な女の子からインスタで DM ってそれで僕はバラ色って言ってるわけなんですよ。ああそういうことね。あ逆に、あじゃあさ、具体的にちょっと聞くわ、何がバラ色なの、どういうことが良かった YouTube やって声かけられることですか。めんどくせえから俺マジでめんどくせえから声かけられるの。でも女の子かな、男だ。いや男、僕はそれはめんどくせえって言いつつもって、うん、声かけられたんですよね今日は。大まあちょっと本当僕あんまりも仕事忙しいもんでよく俺がいつも言っとるやつな。でも内心めちゃくちゃ嬉しいで嬉しいけど、あれこれ言われちゃったみたいな。仕事にとっては本当にいいよな、お客さんが見てくれてるとか、はい、まああるもんな。俺らでもそうやっぱ YouTube 見て帰ってそう依頼してくれたってのがあるから、やっぱ仕事にとってもプラスだよな。はい、だいぶプラスだったな。うん、じゃあカンタ、あ塗り替え道場じゃ実際どんな会社ですか。まあ、YouTube 見とる人はまあいいとこしか映ってないっていうのもあるじゃん。ああ、で行って今何歳だ。25っすね。25はまあまあな、まあ、年齢的には下営業とかも全部入れると塗装職人とか入れると若い方だよな。まだそうで、 YouTube に出てない職人がおるから結局何十人もね。実際 YouTube 出とるまんまなのか、ちょっと違うのか、だいぶ違うのか。あそうだ、俺がおったら言えんかお前なんかいや、そういえねえ放送事故だ、放送事故や。まあでもそう変わるんちゃう。まあでもアットホームな感じ、まあアットホームあるよな、まあ、動画通り、うん、それを嫌な人もね、アットホームでやってると思うじゃん、まあ、苦しいっていう人もじゃん、ね、アットホームよく撮れや、そういうのが好きな子たちはアットホームだけど、悪く撮れや暑苦しい、暑苦しいとか、なんかその会社に束縛されとるみたいな、うん、でも毎日顔合わせるので、うん、家族みたいなもんだよな。そうそう、自然的にそうなってくるんじゃないかな。最近誘えないですもん、みんな。はい、こいつ嫁も子供もいますし、あそう、みんな彼女とかいるんで誘えないですもん。誘えないですもん。お前もそのこと考えるなら一人前だ。じゃあ最後の質問しようか。はい、まあ、カンタ今後独立とか考えてますか。まあ、これちょっと一番職人さん聞きたいじゃん。どういう25で、まあ、いろんな会社があるよね、まあいい悪いはあると思うんだけど、僕は何も考えてないです、ね、まあいくら稼げるかによるな。そうですね、でこのまま足場がでか、会社がでかくならなかったら独立するんちゃ う, そうです、ね、ここで止まっちゃったら、まあ、今 YouTube とかやってね、いろんな人が来てるけど、それはあるだろう、まだ給料止まっちゃうからじゃん。可能性を秘めてるんで、うん、3年給料上がらなかったらどうする。はい、孤立する、孤立、これ独立じゃなくて孤立俺まあよく言うんですけど、まあ、ちょっと仕事ができるようになったらと、まあ、給料が上がらんぞ。いやよく職人って自分だけがじゃ楽な現場に来たらこうやりたい、で俺の給料上がらんすか上がらんすかって言うけど、だってチームだもんで、その組織がでかくならんと給料なんかそう上がらん、だって下が入ってこんと給料が上がらんなんで、それよく言うんですけど、でもそうだよな、ね、うん、はい、じゃあまあまあぼちぼち終わろうか、はい、時間もないし、まあ、またちょっと定期的に昼寝、昼飯もなんかみんな結構興味あるみたいなのでやってきますので、また質問もぶつけてください。使う使うはちょっと別なんですけど、まあ、質問あげてくれたら、ちょっと俺2個言ってないでしょ、お前。いや、ずっと入ってます。最近週4にしとるんで、ちょっとね、チャンネル登録して、通知が出るようにしてみた方が、ちょっと、なかなかね、毎日出してないと、やっぱ、表示されないっていうふうになんか来るみたいで、なので、登録してもらうと結構、やっぱ、ちゃんと出るみたいなんで、ぜひ、登録もしてください。はい。お願いします。また見てねー。また見てねー。インスタもよろしくね。あ、そう、そっち見ました。